い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日のは何の動画でしょうか。ワンピース映画キャッチコピークイズ。おい、はい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 。ワンピースの映画いくつかありますが、うん、キャッチコピー出して何の映画か当てていただくというクイズですね。はい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 、ありますからね、キャッチコピーが、うん、各映画、うん、各映画いくつかあったりするんで、もしかしたら同じ問題が出る可能性もあるという感じにしましょうか。なるほどなるほど、なるほどなるほど、わかりました、うん、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。はい、それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。いろんなクイズ企画やってます。ぜひぜひ他のも見てってください。はい、そんじゃ行きましょう。はい、Kさんでもあんまり知らないんじゃん、映画。映画はちょっとわかんないな、うん、あの最新の方。じゃあ Kさん一段見る。一応見ていいの。あ、映画の、映画のタイトルね。Kさんはいいんじゃない。たかしさんもいけそうか。いけるかな。ちょっと古いやつとかはもうあのキャッチコピーまではちょっとわかんないかも。キャッチコピーはね、最近のでも慣れ気みたいに毎年復習しないからこれってだから、ね、正直ちょっと最近のでもやばい可能性もある。ちょっとまあやっていきましょうか。まあ、Kさん見ていいんじゃない、わ、はい、かんないなら。うん、いいよ。どうやって見ればいいの？あのちゃんとしたあの解説サイトみたいなの見ちゃうと、出ちゃいそうだから。何にもできないから。映画だ一覧だけにしてね。え、答えになってるよね。ワンピース映画一覧で出んじゃん。うん、あ、そういうこと？あ、なんか気をつけてね。なんかあの、最初のところにバーって出てくるから。あ、大丈夫だよね。これキャッチコピー載ってないよね。あ、ちょっと怪しいな。ポスターちょっと怪しい。ポスターは怪しいんじゃない？ちょっと怪しい。ポスターは怪しいよ。ポスター怪しいよ、本当に。ポスター気をつけて。ポスターは書いてあるから。あ、名前しか載ってなさそう。あ、それはオッケー。オッケー、オッケー。それで見ればね。はいはい。行きましょうか。じゃあ最初こちら送りました。おお。赤髪が導くフィナーレ。はいはい。終。これはもうね。これは別にもうさ。はいはい。考えなくていいんじゃない？ねえ。うん。これはさすがにいけるね。正式名称、映画の正式名称はちょっと。あ、正式名称書かなきゃダメ。結構大変です。いい。てか君正式名称は別にそれ絶対いけるやん。さすがに。Kさんはいけるな。見ながらでなんでいけないんだよ。やべ、いけないかもって。なんで一応見といた方がいいかなって。ちょっといいでしょ、正式じゃなくて。分かればいいです、何かね。はい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 。正式だとなんか結構いろいろついてたりしそうなんだよね。そう、意外と難かったりする可能性あるから漢字とかね。はい。では K さん、はい、フィルムレッド。フィルムレッド、たかしさん、はい、はい、フィルムレッド正解。はい、これはもう直近だね。新しいですね。はい、そうだね。やっぱ言ってんだね。もうこれタイトル見たらわかんだね。赤髪がエレジアを滅ぼしたっていうのはもう確かに滅ぼしたまで言ってた。君たちはそれだけで覚えてるけど、エレジア滅ぼしてないんだ。もう言ってくれてたんだね、ちゃんと導いたもんね、本当終わりに。確かに。ちげえよ、ちげえよ。歌のあの一件をフィナーレに導いたんだろうかい。そっか、違うだろうかい。はい、では次こちら。うん、何これ。はいはいはい、この火薬兵器の威力を思い知りなさい、はい、VS やんのか。こんなだったんだこれ。おもろいね。何、からくりが出るやつだ。あ、これかな。今朝簡単だね、これ。簡単だな、さすがに。これじゃない？さすがにいけるでしょ、これ。ちょっと待ってね、これ。今朝楽だね、これは。Kさんすごいね。でも俺これ知らないわ。これ知らない。見てない。うん。前映画まとめの時に、まあほとんど見てなかったね。軽く話してるけど。うん。わかんないよ。はい。ちょっと前だからね、これも。はい。では Kさん。バン。はい。カラクリ城でいいの？これ。カラクリ城のメカ挙兵。うん。はい。うん。では田橋さん。はい。カラクリ城のメカ挙兵。正解。はい。すごいね、これキャッチコピーおもろいね。ねえ、すごいね。これだけ見るともうルフィヤンキーだけどね。やんのかーって。おもろいな。メカが出る映画なの。そうだね、うん、敵がメカをこう操る。懐かしい。いや、もうちょっとどんな内容だったかちょっと忘れちゃってるな、俺この辺り全然見返せてないわ。2006年ってここに書いてあるよ。うん、だいぶ前だよね、だから、うん、2006年っていつだ、高3ぐらいだよね、多分。2006年は、高2、高3、うん、そんぐらいだよね。うん、
映画館行ってないよ、この時期は。何してたこの時期、高さん。高さんは、うん、何してた。だってセンターに向けて勉強してんじゃん。いや、センター受けてねえし。センター受けてないんだもんな、ケイさん。受けてないから。ケイさん受けてないんだよな。センター受けてないから、あれだよ、高校の内申点上げるため の、 あの試験勉強をしてたよ、ちゃんと。おそっか、なんたら推薦ね、推薦で、ね、そうそうそう、指定校推薦ね、を狙ってたから、はいはい、あれが一番いい字なんだ、はい、あれが一番いい字なんだ。レベル高いとこになるといい字じゃないよ、あれ。そうね、レベル高いとこ、それなりの成績いるからね。そうなると、ね、そう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 、そんなとこだったね。うん、では、はい、はい、こちら、おお、生き残れるか、大海賊が競う史上最悪のレース。はい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 、いいね。レースすんの？レースすんだ。はい。レースはもうあれだろう。レースはあれだろうってのがあるの？でもこれもレースしてたよ。ね、これじゃない。俺のこと言ってんだ。同じやつかもしんないよね。うん。もしかしたらレッドかもしんないね、これ。そうだよ。レッド出る可能性もあるからね。なぜか。同じの出るか。そうかじゃねえよ。同じの出るか。これレッドじゃねえだろ。レッドじゃねえだろ、待ったのに。バーン。自分でって自分で作る。スタンピード。スタンピード。スタンピード。うん。まあそうか。最初レースしてたよな。あの。そうだね。始まるとき。うん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 。では、大石さん。確かに言われてみれば。はい。バーン。デッドエンドの冒険。正解は。確かに言われてみればどっちだ？デッドエンドの冒険。おー、よかった。まあ、レースはね、そうなんだ。そうだね、もう総じてレースだから、デッドエンドの方が、うん、レースの話なの。話、まあレースなんだけど、その裏にも結構いろいろ思惑があってみたいな、レースじゃねえのこれみたいなとかいろいろあったり。でもずーっと、いや、デッドエンドはずっとレースしてんだ、うん、基本は。まあそうだね、レースが主軸ではある。ただ後半はやっぱちゃんと海賊同士の戦いというか、うん、デッドエンドはね、見た方がいい。面白いね、めちゃくちゃおもろい。そうなんだ。とりあえず古い映画で一本だけなら、うん、デッドエンド見た方がいい。あ、そう。うん。なんで古い映画で一本だけしか、うん、まあ、そういう制限があったね。そう、一本しか見れないっていう。見れないよっていうね。超忙しい人、そう、超忙しい人。でもそんなこと言ったら、フィルム Z も一応2012年だから、まあ古いんじゃない。まあそうなるんだよな、歴史が長すぎるんだよな、ワンピースは。フィルムシリーズ、もちろんフィルムシリーズがやっぱ小田先生が、ね、ストロングワールドもだって2009年だから。ああ、もうそれは小田先生が絡んでるフィルムシリーズはちょっとなしにさせて。だからそのストロングワールドもそんな前ですね。そうそう、それはもう絶対見た方がいいもん。フィルムシリーズはもちろん全部見た方がいい、全部見た方がいい、うん、もちろん他の映画見た方がいいんだけど、うん、古い映画でって一本だけっていうなら絶対いいんだよね。あ、そう、うん。では次、こちら。はい、うわ、強敵全開。これ、これあれじゃない。いいね、強敵全開。これかっこいいね。これいいよね。かっこいいね。え、これはこれかな。あれこれだよね。あ、嘘嘘、間違えた間違えた。ちょっと待って、危ない危ない危ない。え、違うの？違う、同じの書いてるか分かんねえだろ。いやいや違う、なんでだよ。どういうこと。え、違うの？リモートだし、しかもせめて現場ならまだ分かるけど。え、違うのこれ。はいはい、では、Kさん。バーン、フィルム Z。 うん、ダヤシさん。はい、フィルム Z。 正解。はい、はい、危ない危ない。いや、俺最初スタンピードって書いてて、いやいや違う、待て待て、普通にミスったミスったミスったみたいな。それで消したの。そしたらケイさんが勝手に焦ってくれた。いや、これだろ。違うの、これ違うのっつって。だってこれだろ。いや、そう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 。いや、なんかよくあのさ、バレットがさ、結構最後さ、全員倒すみたいなってたのが、うん、なんか脳裏によぎっちゃって、うん、あれスタンピードだよなとか思ったけど、いやいや違うわ違うわって。そっか、言ってたわ。そうそうそう、なんかそっちが先に出ちゃった、うん、Z 先生が言ってたね。 Z 先生が、 Z 先生だね。お前ら全員やり直しだってね。結局いいね、 Z 先生は悪い人なんだ、うん、何が悪いか、何が正義かよ。あ、そうなの。いや、 Z は Z なりの信念のもと動いてたからね。あ、そっか。あ、ネオ海軍っていうね。でも正式な海軍ではないんでしょ、うん、それ認められた。あ、もちろんもちろん、だって海軍辞めてるから。あ、そっか。むしろ海軍もやり直しだって言っても、標的全世界だったからね。うん、あ、実際ね。実際ね。まあ実際、うん。実際革命軍になれたかもってことだ。ああ、まあまあ確かに手を組むなら革命軍そうかなのかなっていう立ち位置かもしれないね、もしかしたら。
強敵エレジアって出たらシャンクスだね。違う、おいおいおいレッドのキャッチコピー、うん、最悪だ強敵エレジア、エレジア滅ぼしに来た最悪。これジャンプになっちゃうけどさ、うん、あー、はいはい、でもフィルムレッドで見てたからけじめはけじめって言ってやったもんね、はい、ヤソップゴードにゴードに打つなよおい、なんでゴードなんもしてねえだろ。けじめはけじめって何のけじめだよけじめはけじめじゃねえゴードなんも悪いことしない、ただ音楽愛してるだけ、音楽を愛するもの、ただの何のけじめつけさすんだよはい、はい、ジャンプ終わり。では次の問題、はい、こちらルフィ破れる。あ、え、なんだこれ、シンプルだな。ルフィ破れる、え、待って、わかんないかも。何それ、ルフィ破れる、あー、うわー、なんだこれ、わかんないね、古いか、古いじゃない、いやでも映画によっては全然こういう展開ね、ある作品もあるからな。これはでも K さんの方が有利か。でもわかんないよ、ちょっと待って、はい、取りました。うわ、どれだ、どこが破れる認定。うわ、これ外しそう、俺。うわ、分からんわ。うわ、泣きそうじゃん。もうな、いや、それ人生かかってないけど、別にこのクイズに。泣きそうじゃん。そんな人生かけて挑んでないのよ、今ここ。はい。はい、では、高橋さん。うん、自信ない。バン、ストロングワールド。ストア。うん。では、ケイさん。バン、ストロングワールド。お、残念、あ、違った違うの、正解はエピソードオブアラバスタでございました。あー、クロコダイルにってことか。そうなんですね、ここちょっと抜けだよね。そこそうなんだ。ケイさんはだからワンちゃんね、これを見てたらちょっと思い出しづらいよね、多分見てないとね。確かに確かに、あの総集編じゃないけどさ、一応ね、うん、原作のやつを映画化してるからね。いや、そうか、あー、これそういうキャッチコピーだったんだ。そうだね、ルフィ破れる、で、うんうんうん、左端にそれでも守りたい仲間がいるみたいな道を書いてあるかな、うん、あー、うん、なるほどね。ここがじゃあメインのキャッチコピー、メインのキャッチコピーですね。さあ、なるほど、わ、1枚外しちゃった。でも K さんも外した、うん、うん、確かに同じの書いてただからなんか式にね、1回負けるからさ、みんな、うん、その後乗り込むからって、なんかそこを引きにされてんのかなとか思っちゃった。では次、こちら、はい、うわ、はい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 、何これ、あれ、やべ、これで合ってるよな。どういう意味、鼓動のボリュームを上げろ、ボリュームを上げない、あれ、これだよな、やべ、自信ねえこれ、心臓音ねえ、解放のドラムみたいな、これだけ見ると、どれ、やっぱこれかな、なんかこれっぽいけどな、あー、やべ、なんかちょっと自信ねえな、あれ、なんでだろう。はい、では、はいはい、Kさん、バーン、お祭り男爵と秘密の島。お祭り男爵と秘密の島はい、お祭り男爵ね、ダウスさん、はい、ゴールド、フィルムゴールド、あれ、こ、なんか、あの字にない。正解はストロングワールドです。ストロングワールドだ、ストロングワールドだ、むずいよね。いや、なんか確かに、いや、見たことあるなと思ったんだけど、あ、これがそうか、このポスターのやつか、かっこいいね、このポスター。いや、これ、俺これ持ってたよ、このポスター。いいね、そう、あの映画館でプレゼントだったんだから、買ったんだとか忘れたけど、これ持ってたわ、このポスター。俺もんで持ってた、ポスターえぐいね。ねえ、これ最高だよね。ただまあ確かにこれはむずいね、ヒントというヒントはあんまないから。いやー、2年前、そうか、ストーンガード2年前、2年前なわけないや、2年前レッドだよ。違う違う、もうレッドが2年前だよ。違う違う違う、2年前ってあれよ、あの中での話、あのそういうことね、そういうことね、俺だって分かってるアホそれはいいやつ、バカだなと思ってそれは分かって分かってるよ、そんなアホじゃないよ。やっぱ制作2年前じゃないですよ、センター受けてないから ね、 ねえ、やっぱセンター受けてないからね、やっぱり。いやいや、そんな俺だって分かって、さっきだって自分で2009年頃だねって言ってたじゃん俺違うでしょ違うでしょ、ない、今慌ててそっちの原作の方の2年前にしたでしょ、ね、合わさったからね、ちょうどあったから2年前に、ね、2年前ってワードなんか、あ、アーティストで2年前2年後ってあるちょっとでも内心ってあげれるように取り繕うんだって
ちげえよ。ちげえだろ。そうです、そうです。ストラグワールと。うん、2年前。一味は2年前です。うんうん。むずいね、このふわっとキャッチコピーはね。ふわっとというかさ。いやでもこれ、このキャッチコピーはめっちゃ覚えてて、そう、見たことあるなと思ったんだけど、いやもう忘れちゃってるね。ではもうちょいいきますよ、こちら、はい、史上最大の衝撃、はい、え？これむずいぞ、ちょっと待って、わかんないかもこれ。これはむずい、まあ、フィルムシリーズではなさそうだな、さすがに。え？シリーズ、フィルムシリーズではないだろう、ね、これさっきみたいな感じで音のボリューム上げろ的な。史上最大の衝撃って、でシャンクスはおディアってしてんじゃない、怖いね。怖いよ。シャンクス怖いって。エレジアを滅ぼしに来た。じゃあ、レッドシャン。何、公開前ってシャンクス怪しい感じ出てたっけ、そんなことなかったっけ、別に。まあでも赤髪が導くフィナーレだったからね。ああ、そうか。いや、なんかシャンクスが何どうすんのみたいな。そうか、そうか。そう。だから歌が娘。え、どういうこと、どういうこと、あ、娘前出てたもんね。出てた、出てた、ね、で、え、ボスシャンクスなみたいな感じだったからね。思わかったね。あったよ、すごいあったよ、あの時。映画やんねえかな。ちょっと待って、これわかんねえ。映画、もしかしたらタイミング的には3年後だから来年の可能性あるけどね。そうだよね。まあでも、ただだったらもうそろそろもう始まるから、プロモーションが。そうか。まあでも実写版があるからね、ちょっと飽きそうな気はするけど。全然わかんない。何これ。全然わかんない。ねえ、わかんない。ちょっとわかんねえよ、これ。もう、まあ、じゃあこれかな。あ、じゃあヒント。うん。それっぽくないタイトルではあるかな。内容からしたら。で、Kさんはそのヒントあんまりあれだけど。なるほどね。内容からしたら違うんだ。はい。はい、では。待って。いいですか、Kさん。はい、はい。うん、はい。では、Kさん。バン、フィルムゴールド。フィルムゴールド。めっちゃフィルムシリーズだ。フィルムシリーズだ、めっちゃ。では高橋さん。はい。まあ、お祭り男爵。正解。お祭り男爵と秘密の島です。うん、当たった。これ何がっていうぐらいのね。まあ、雰囲気はね、お祭りの感じだからね。まあそうだね、あの。序盤の展開はそんな感じで、楽しくおかしくだからね。うん。うんうんうん、ただ後半が怖い怖い。後半がね、ワンピース映画史上ね、うん、一番怖い。怖いんだ。なんか狂気的というか、そうね、なんか、うん、へえ、そんな感じよね。そうなのよ。では、もうちょい行くか。はい。こちら。はい。時代の覇権をめぐる熱狂開幕っていうのかな。あれでいいのか。時代の覇権をめぐる熱狂開幕。時代いいね。うん。時代なの。うん。あれでいいよな。これか。いや、はい、意外と覚えてないもんだな。はい。では、Kさん。バーン。スタンピード。うん。スタンピード。大志さん。うん、同じ、スタンピード。正解、スタンピード。スタンピード。はい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 。いや、懐かしいな、スタンピード。スタンピードも懐かしいよね。ねえ。何年前だっけ、スタンピード。これ、2019年だけど。ああ、だって Kさんがまだ、5年前だ。あの家だったもん。前の家だったの覚えてるわ、この辺。はい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 。うん。高橋さん映画館とか見てたやつよね。そう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 。それこそビブルカードをね、公認になってちょっと経ってで、懐かしいわ。もうそんな前か、スタンピード。そうだね。すげえな。5年経つんだね。ねえ。フィルムシリーズじゃないんだもんね。そうなのよ。これはアニメが20周年だったからね。けどすごいよね。うん。うん、じゃあ、あとちょっと行く、うん、はい、行こう。こちら。え、ようこそ大海賊時代。シンプル、なんだこれ、すげえシンプルだな。ようこそ大海賊時代。誰が言ってんのこれ。そもそもね、ようこそ大海賊時代へ。クロッカス。グランドラインの入り口で言ってくれてんのこれ。なんだこれ、シンプルだな。ようこそ大海賊時代へ。わかんないね。わかんねえな、これ。はい。じゃあ、これ書いてみようかな。行ってみよう。はい。はい。では、Kさん。バーン。麦わらチェイス。なるほど。すごいタイミングで大海賊時代やってる。内容となんかあんま違いそうだけど。では、大志さん。はい。もう一番最初のやつ。ワンピース。副題なしの。正解は。
ストロングワールドでした。ストロングワールド、ストロングワールドいっぱい出しますストロングワールドしかも弱い我々一番小田先生がね最初のさ式も出して一番フィルムシリーズ初期で大事なのに全然合っててない。そうなんだ。ようこそ大海賊時代へ。うわちょっと覚えてないな、なんでだろう、すげえ。そうか、キャッチコピーはむずいよね。確かに多分俺この頃普通にマニアとかじゃなかったからね。そうだね、普通にもう普通に好きで追ってたって。2年前だけどね掲載枠じゃあ YouTube やってんな YouTube やってんな、じゃあ2年前違う、作中のでしょ違うよ、2年前なんでだよ、ちげえのかよなんでだよ、2年前 YouTube やってるよやっぱこういうの多いようになったら YouTube 初めて、いや確かに10年前くらいからだもんな、多分。おもろいな。ではラスト、はい、こちら。おお、新世界の怪物が動き出す、新世界の怪物、怪物ってことは新世界にいる人だ、だよね。うん。え？あああれか。ああいやちょっと自信ねえこれ。ルーナンのことなのか、果たしてこれは。ルーナン。懸賞金60,000万。覚えてる。それ成金出る。成金絶対出ますね。ワンピース最初の映画に出てきた、うん、ウーランという伝説の海賊ね、映画は出ないですよ、だよ、ね、えだって世界の3分の1の宝持ってるからね、めっちゃ持ってるめっちゃ持ってるのに60,000万新世界ギリ入れるか入れないかだよるちょっと待って、はい、いやなんかこれな気がするけどな、ちょっと自信ねえな。はい、はい、では K さん、バーンスタンピード、スタンピード今日めっちゃ出るなスタンピードっていう回答でも分かるわ、俺もスタンピードから悩んだ。大志さん、はい、フィルムゴールド、正解はフィルムゴールドです。おーよし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 、そう確かに怪物って言われてたよね、なんかね、誰、テゾーロ、あいつ怪物なんだ、なんかそのギルブゴールドだったら誰ってねえ、いやいやでもあんまダイスじゃないでしょ、怪物感確かあったかなと思ったけど、ね、ああそうか、うん、あの、うん、要はまあ大物って意味のなんか呼ばれ方の怪物だったよね、まあねそういうなんか意味合い、ね、モンスターみたいなことではないよね、そう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 、そっちの、ね、キモテーってあのねキモテーのダイスではないから、ね、なんかいたんですよ人ねあいつも怪物だけどある意味、タガさん勝利かな、一応かな、うん、何個か外しちゃったな、俺ストロングワールド外したないっぱい、ストロングワールド、まあ予告動画だけで言われたやつとかも入ってたりしたんでちょっとむずいのはあったかも、そのなるほどなるほど、うん、いや面白いな、でもこれまだねあるんでね結構、うん、面白い、またやりたいこれね、またやれそうですね、うん、やりたい、出してないのもあるし、なんか結構新鮮だったね、うん、うん、やりたいわ、はい、またやりましょう、じゃあこれね、はい、はい、今日はここまでです、最後まで見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録お願いします、また見たいぜって方はね高評価ぜひお願いします、次も見てください、明日も楽しみます、またね、スタンピード出がちだからお願いお願いします、じゃあ